稚内市は、北海道北部にある市で、宗谷総合振興局の振興局所在地である。日本国内の最北端に位置しており、宗谷地方の行政、経済の中心地、ロシアサハリン州をはじめとする北方圏への玄関口になっている。アイヌ語の、やむわか冷たい、水の、沢」より、現在の港一丁目付近にあった小川が由来とされ、かつてこの付近は、 良い水の得にくい場所であった中で、この小川が例外的に良い水であったことからついたなと考えられる。輪っか内市は、西は、日本海、北は、宗谷湾、宗谷海峡、東は、オホうツク海に面しており、南北約 39km、東西約 38km、面積は約761.49平方キロメートルある。宗谷岬から、 サハリン州のクリリオン岬までは約4 3トルの距離にあり、日本国内で最もカラフトに近い。最北端は宗谷岬北西にある弁天島であり、現時点での日本国が実効支配する国土の最北端になっている。地勢は南北に重層する日本の丘陵生産地、これらの中間と両端に発達する低地帯からなる。東側の赤陵産地は、 宗谷丘陵と呼ばれており、周氷河地形を形成し、宗谷丘陵の周氷河地形として、北海道遺産に選定されている。西側の丘陵帯と日本海との間にある、定地帯は、砂丘都市地であり、リシリレーブンサロベツ国立公園の一部になっている。山地、編集主な山河川、編集主な川湖床編集主な沼主な池海岸、編集主な 岬当初、編集主の島宗谷海峡に面しているため、海洋からの影響を受けやすい海洋性気候である。冬季は内陸部に比べて比較的温暖な気候になっている。最高気温は低いが、朝晩の冷え込みはかなり緩く、1月の平均最低気温はヒートアイランド現象が著しい札幌市より高い。 積雪期間は11月上旬から4月中旬であり、1月下旬から2月にかけてはオホーツク海から宗谷海峡に流氷が流入し、一部が雪岸することがある。夏は緯度が高いこともあり、北海道口でも安定して冷涼である。近年、道東やオホーツク海側で猛暑日が多発する中、2000年に観測された。 摂氏30.4度を最後に20年以上真夏日が観測されていない。夏日日数も多くの都市で10日起きる。海岸に面しているため風が強く、被災大風速秒速10メートルとなる日が年間83.8日ある。欠片の気候区分では艦隊出順気候に属す。国勢調査による稚内市の人口は、 1975年の55,464人をピークに減少しており、2002年には過疎地域に指定されている。社会動態は1969年に転出数が転入数を上回る社会減が続き、自然動態は2003年以降は死亡数が出生数を上回る自然減が続いている。 2010年から2013年の4年間では1588人の転出超過であり、東北では最大の転出超過数になっている。特に生産年齢人口の流出が激しく、2012年10月からの1年間で734人減少している一方、高齢者人口は160人増加している。消滅集落、編集。 平成27年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人工霊人の消滅集落となっている。宗谷総合振興局現在の北防波堤に接岸している地泊連絡船、アニワっか内は1685年に、正木藩が藩主直轄の宗谷場所を開設したことに始まり、アイヌとの交易の場や北方警備の要所になった。 1879年、宗谷村に、古町役場が置かれたことを、輪っか内の会期としている。輪っか内公演格も参照、輪っか内の歩み参照役所、編集市長、編集市長副市長歴代市長市民検証、都市宣言、編集輪っか内市民検証、私たちは、氷雪の門のあるところ、周法利市富士とカラフトを望む、日本北端の都市輪っか内の市民です。 私たちは、厳しい風土の中から、たくましく前進する和華内を作ることを誇りとし、この検証を定めます。自然を愛し、美しい緑の街を作りましよう。生産を高め、豊かな暮らしの街を作りましよう。文化を育て、温かい心の街を作りましよう。決まりを守り、明るい住みよい街を作りましよう。子供たちに、幸せな希望の街を作りましよう。 昭和43年4月1日国示都市、宣言市議会、編集詳細は、稚内市議会を、参照地方独立行政法人特殊法人、党本部警察署交番本部消防署主な、病院海外、編集姉妹都市定携都市国内、編集定携都市姉妹校定携校、稚内公園から眺めた稚内市外稚内市の、産業は、水産、農業、 観光を機関産業としている。また、旭川医北で最大の都市になっていることから、海上保安部、自衛隊、税務署裁判所、区検察庁などの国の機関や僧や、総合振興局が置かれている。港湾は、重要港湾の稚か内港をはじめとして、地方港湾の僧野港や9つの漁港がある。産業別就業者は、第一次産業が8.4%、 第二次産業が21.9%、第三次産業が69.8%になっており、第一次産業の割合が高くなっている。漁業、編集漁業は、北洋漁業を中心とする水産業が発展し、1960年には第一次産業が産業別人口全体の約30%を占めていたが、 1977年の200回林漁業戦艦水域の設定により関連業種を含めて打撃を受け就業人口が大きく減少した市場は主に沖合の底引き網漁業による漁獲物を扱う輪っか内市地方を卸売市場主に沿岸の漁獲物を扱う輪っか内漁業共同組合地方を卸売市場がある漁種別水揚げ高はホタテ貝が最も多く ついで、ホッケ、イカナゴ、ナマコなどがある。ロシアから輸入される水産物は1988年頃から始まり、1993年頃から本格化した。2012年に水産物の密量、密輸出対策に関する日露協定が結ばれ、2014年に発行し、それまで主な輸入海産物であったカニにも確認手続きが必要になったため、 カニ輸入が減少した。農業、編集農業は昭和20年代に、畑作農業から、誘畜農業への転換を図っており、落農を修行としている農家の割合が高くなっている。そのため、農業生産は主に生乳投資の個体販売で、あるが、一部の農家でジャガイモを中心に、イチゴやミニトマトなどを生産している。林業、編集林業は、明治末期から、 大正後期にかけての乱抜と山火事による無流牧地の解消を目的に造林事業を行ってきた。昭和20年代後半から民有林の造林が本格化した。工業、編集工業は製造品出荷額の多くを食料品製造業が占めており、水産物加工業が主な産業になっている。商業は創野地域の中心都市としての機能を有しているが、 購買力が市外に流出しており、市内の空洞化が見られる。エネルギー産業、編集付近に風を遮る地形が少なく、被災大風速秒速10メートルに達する日が年間83.8日ある。稚内市は日本国内における風力発電の導入に先駆的な地域である上、さらにバイオマスの燃料を使用した発電や太陽光発電などにも取り組んできた結果、 再生可能エネルギーだけで市内の消費電力の約9割を賄うことができる発電量を達成した。商業、編集主なスーパーマーケット観光業、編集は区内周辺では1989年に天北線が廃線になった上、宗谷本線も列車の減便が続き、廃線に向けた検討が行われるなど鉄道は存続が厳しい状況にある。 一方で、稚内空港は1987年に Z 機の就航が可能になった後、2009年には滑走路が延長供用されるなど、空港の整備が続けられている中で、2013年度の稚内の観光入り込み客数は49万7400人と低調だった。これは1995年度の半数に満たない状況である。五十音順新聞社。 通信社、編集業開始、雑誌放送局、編集テレビ放送ラジオ放送電力、編集電源開発輪っか内、北西学園大学私立、同立私,立私立私立私立高等学校、編集中学校、編集小学校、編集小中学校、編集,編集輪っか内空港輪っか内駅国道40号道の、駅輪っか内、稚内フェリーターミナル配線となった、路線路線バス、 編集高速バス、編集、天北地区、恵北、ゾウホロ地区を対象とした乗り合いタクシーを運行している。市内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの、宗谷やシーニックバイウェイになっているほか、北海道道106号は家内手塩線には日本海オロロンラインの愛称がついている。国道、編集道道、編集道の駅、編集航路、編集フェリー国登録、 編集同士で、編集紙指定、編集神社人は、家内付近の海域には、魚介類が多数生息している上、海藻類も豊富に生育しており、ホタテ貝、ウニ、ツブ貝、ナマコ、ミズダコ、オオナゴなどが取れる。春から秋にかけては、ハマボウフやタケノコなどの産生。イサムチームは、冷水害の影響や畑作から落農への転換により販売中止に追い込まれたが、 特産品復活のために有志が研究会を設立し、自然冷熱利用貯蔵庫を使用することで、ジャガイモの高騰度化を実現しており、北海道のイエス・クリーン表示制度特許庁の地域団体商標に登録されている。稚か内から生まれた水産物、農畜産物、加工品などを稚内ブランドに認定しており、北海道内外に宣伝している。 輪っか内のラーメンは、ホタテラーメン、エビラーメン、カニラーメン、海藻ラーメンなどを店舗独自に開発している。藻屋丘陵では、藻屋クロを放牧しており、日本国内最大級の高雪牧場、藻屋三崎肉牛牧場で飼育している。輪っか内牛乳は、低温殺菌によって、牛乳本来の風味を残しているため、賞味期限が短く、地元でしか味わうことができない。 タコの名産地であることから、タコシャブや肉の代わりにタコを使用したタコカレーがある。稚内ではチャーメンを提供する飲食店が多く、店舗ごとに特色がある。受賞順受賞順五十音順五十音順注釈、出店業生産業観光。ありがとうございます。